フリッツ・ホフマン・ラ・ロシュは、スイスの実業家。製薬、ヘルスケア企業の F、ホフマン・ラ・ロシュの創業者である。1868年、スイス・バーゼルに生まれる。裕福な商人の一家に生まれ、フリッツも早くから雇用者及び投資の経験を積んだ。フリッツは、企業前は、銀行、薬や化学薬品の業者、及び薬の貿易業者のもとで働いた。 1894年、彼はマックス・カール・トラウブと共に医薬品用の化学薬品の製造を行うトラ・ウブ商会を設立する。ホフマンの父親が資本の過半数を出資し、トラウブはいくつかの特許契約を得る。1895年にアデルラ・ロシュと結婚をする。スイスでは一般的に夫婦の名前をハイフンで表記することがあり、そのため、 フリッツ・ホフマン・ラ・ロシュと呼ばれるようになる。1896年、トラウブが会社を去ったのを機に社名を F ・ホフマン・ラ・ロシュに改称する。パイエルによると、フリッツ・ホフマンは商品の反則に非常に関心を持ち、単なる広告からパッケージに至る、宣伝のすべての側面や、及び薬剤師などの販売戦略上重要な立場の人々への反則に注意を払っていた。 フリッツはまた、原料及び製品の販売、研究支援に関して、国際的なつながりを築き上げていった。第一次世界大戦による挫折の後、これらの要素が会社の復活と拡大を助けることとなった。1919年、病気を理由に会社の取締役を引退し、翌1920年に死去した。ありがとうございます。